一番働ける時と子育てがやっぱり一番同じになってしまうので、やっぱり支援の対象になるんだろうと思います。あの無認可の保育園でもある程度の期間サポートしています。2年ごとに有給ってなくなるんですけれども、それを貯めておいて介護の時にまたそれを復活して介護休暇として使うようなシステムとして入れています。私も子育て2回してるんですけれども、できれば勤務時間後に少しこうリフレッシュして、あの自宅でのお母さんとしての役割をできるような形を作りたいなとは思ってます。